へえ、スノードームか。これだけたくさん並んでいると圧巻だね。動かすとドームの中に雪が降るのが楽しいんだよね。こっちのサンタさんがソリを引いているのも可愛いね。一つ欲しいところだけど、それは後回しかな。広場を飾り付けるミニイベントのために使うものを先に探さないと。バロンとアイミーは何を見つけてくるのかな。俺も頑張ってクリスマスにぴったりの飾り付けをしなくちゃね。この広いクリスマスマーケットで探し物なんて宝探しみたいでちょっとワクワクするよ。よし、あっちの方も見てみよう。プレゼントでアドベントカレンダーをもらったことがあるんだけど、レディは知ってる？クリスマスの日までをカウントダウンするんだ。ツリーの形をしていて、その日の日付の小窓を開けると小さなおもちゃやお菓子が入ってる。全部一度に開けたい気もしてうずうずしたな。今日が来るまでそんな子供の頃に戻ったみたいな気持ちだった。クリスマスマーケットの風景を見ながら早く当日が来ないかなって思っていたんだ。それもこれも全部早くレディに会いたかったからさ。1ヶ月の待ち遠しさが吹き飛ぶくらい最高の気分だよ。でももっと盛り上がれるよね。俺たちについてきて。